ジョン・ボスマンは、オランダ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。ユース年代をアムステルフェーンの小さなクラブで過ごし、1983年にアヤックス・アムステルダムと契約を結んだ。ア・デモス監督の下で、同年11月20日に行われたローダ・ JC 戦でプロデビューを果たし、1985年にデモスの公認として、 ヨハン・クライフが監督に就任すると UEFA カップウィーナーズカップ1986から87では8得点を挙げて得点王となった。1988年アヤックスで5シーズンを過ごした後ア・デモスが監督を務めるベルギーのキロボルト・メヘレンに移籍。メヘレンではミシェル・プロドームやエルウィン・クーマンらと共に1989年2月に 行われた UEFA スーパーカップにおいて PSV アイント方編を下し初優勝に貢献。ボスマンはホームで行われた第一戦で2得点を挙げ、その後は PSVRSC アンデルレヒと FC ト FC2 エンテを渡り歩き、1999年からは AG アルクマールでプレーをしたが、2001年10月に5歳の息子が交通事故で亡くなると、 2002年に引退を表明した。1986年、オランダ代表の会合にて、左からブリント、監督のミケルス、ファントシップ、ボースマン、スフレインオランダ代表としては1986年4月26日に行われたスコットランド代表との国際親善試合でデビュー。1987年10月28日に、 行われた UEFA 欧州選手権1988予選のキプロス代表戦では5得点を挙げる活躍を見せたがこの試合はサポーターの深刻なトラブルのため欧州サッカー連盟により没収試合という扱いとなった1988年西ドイツで行われた本大会でも代表メンバーに選ばれグループリーグ初戦のソビエト連邦代表戦と 第2戦のアイルランド代表戦に出場したが、第3戦以降は、マルコ・ファン・バステンにポジションを譲った。1994年、アメリカ合衆国で行われた1994フ、FIFA フワールドカップでは代表をメンバーに招集されたが、出場機会はなく、1997年6月4日に行われた南アフリカ代表戦が、最後の試合出場となった。 オランダ代表としての通算成績は、国際 A マッチ30試合出場17得点。引退後は、古巣の AG アルクマールでスカウトを務めていたが、2011年7月に、アヤックスアカデミーのアシスタントコーチ及び、パーソナルコーチに就任した。出展出展中1987年10月28日に、行われたキプロス代表戦は、欧州サッカー連盟の裁定により、 没収試合となったが、オランダサッカー協会とレック、スポーツ、サッカースタティスティックスファン、ありがとうございます。